白山ヤブ古墳は愛知県名古屋市北区にあった古墳である。安島古墳群の一つで、お白山ヤブと呼ばれたヤブの中にあった。1950年に開発に伴う土取りが行われた際に主体部が見つかり、同年9月に南山大学人類学研究所による発掘調査が行われた。調査後、宅地化のために滅出したが、位置的には、 名古屋市立和島保育園がある付近となる。発掘時には墳計20メートル、墳高4メートルの円墳とされたが、調査当時には道路を挟んだ西側にも塚状の土が残っており、これを前方部とする墳長40メートル以上の前方公園墳であったとの説もあって、墳長45メートル、公園部計20メートルのほか墳長48メートル、 公園部計29メートル、前方部幅24メートルを想定している説もある。主軸を西方向に置いた主体部は先丈形木管を粘土で包んだ粘土角で、角の上面は弁柄を含んだ赤色の粘土層で覆われていた。木管の両端は粘土をレンガ状に焼いた線と呼ばれるものを積み重ねて塞いでおり、同様の例はないという。また、 木管の北側に線を使った服装品質を設けるなど特徴的なもので多数の鉄製品が出土した。また、粘土核の下のつぶて床から末期片が検出されている。安島神社は白山やぶ古墳から出土したと伝わる道教を新法として所有している。ありがとうございます。